人材派遣業のホットスタッフが運営する子ども食堂新川クラスの夏祭りは8月17日、新川ふれあいセンターで開かれました。市内外から中学生以下の子どもとその保護者ら170人が参加し、食事やミニ縁日の雰囲気を楽しみました。午前11時から30分ごとに10組前後が入場。テーブルでカレーライスやかき氷を食べた後、お菓子のつかみ取りやスーパーボールすくいに興じました。カレーは美味しいですか？美味しいですか？あ、よかったね。いいね。美味しいですか？美味しい？あ、よかったね。いっぱい食べてね。直径1メートルほどのビニールプールをビスケットやチョコレートなど数十種類のお菓子で満たしたつかみ取りコーナーでは、大量のお菓子を抱え上げた子どもに声援や拍手が送られました。いっぱい取ったね。連合山口西部地域協議会宇部地区会議が青年委員会を中心に協力しました。用意したおもちゃ120点を3グループに分け、カプセルトイで出たグループの中から1つをプレゼントしました。当食堂運営責任者の竹内真美さんは、夏祭りは昨年に続いて2回目、当初はカレーライス150食を提供する予定だったが、 SNS で参加者を募集したところ、市内全域や山陽小野田市からも参加予約が入ったと話しました。当食堂は2022年6月に開設しました。働く親たちのサポートや食育への取り組みとして、毎週火曜、木曜に中学生以下の子どもがいる家庭にテイクアウト形式で60食を無料提供しています。